ただしかし現実には県外処分のめどを立てるための作業というのはまだ具体的には進捗しておりません。で一方でですね、県外においては原発事故によって甚大な被害を被った福島県にこれ以上の負担をさせられないということで、福島県外の各県において、除染土、指定廃棄物もそうなんですけれども最終処分するという必要性が正当化されている。この二重基準というのが非常に大きくですね、結果としてその市民の私たち市民を、ある種分断してしまっているのではないかと、地域ごとに置かれた状況というのが錯綜しておりまして、お互いに同じような問題に直面しているのにお互いの相互理解を困難にしているというところがあるのではないかと思っております。でこの決定ですね、いろいろ皆さんおっしゃるかもしれないけどフレコンバックの山を前にしてまた自分たちがもう全然帰れるような見通しがないところで長泥の住民の方がどれだけ苦労してこの決断に至ったかということです。これ私は平成23年事故直後からずっと長泥の人たちと付き合いをしてよく分かっています。一人一人のお考えも分かっています。そういう中での決断です。でこういった村の住民の人の苦渋の決断ですね、これをね応援するっていうのは当たり前のことで、特措法っていうのは民主党政権が作った法律です。ですからその法律の中でその法律の下で行われた除染に対してきちっとした国会議員はそれだけの責任を持ってもらう必要がある。先ほど田中さんがおっしゃったことと半分は同じです。要はその除染を条件として長泥の住民に苦渋の選択をさせたという、これは民主国家としてはあってはならない。かつそれが特措法という法律に基づいてやっているとすれば、田中さんがおっしゃる通り国会議員の大いなる責任です。これはまず最初の1、それに関しては同じ思いです。要は長泥の人たちにしてみれば他の地区はみんな除染されているのに俺たちのところだけなぜ除染されないんだというですね。でゲートで縛られてっていう、僕はゲートそのものが意味あると思ってますけども、そういう思いをですね逆手に取るような政策は決してやってはいけない。それは民主国家としてはもうアウトですということは半分は田中先生とその点だけは一致しています。飯舘村は 75% が森林です。で森林の土壌は今でもですよ1万ベクレルとかそれを超えるような汚染土壌ですよ。でそれも5センチだけ回るとしてそれを単純にフレコンバッグに詰めると866万ベクレルです。でこれは今中間貯蔵に行くと予定されている浜通りが780万袋ぐらいですからそれ以上ですよ。で今の特措の問題でいうと除染した土壌と廃棄物として言われた汚染物質に関しては対象にするけど、現実に汚染されている土壌の山 75% 山に関しては一切触れないというですね、ありえないですよ。半分ちょっと矛盾的な冗談的な話をすると、囲いがあって囲いの中は中間貯蔵で汚染物質が来ている、でもその外側の山はもっと汚染されているんですよ。でこんな矛盾がですね、でありえていいんだろうかと。だから国会議員の皆さん本当にもう少し真摯でやっていただきたいということを重ねて申し上げます。はい、皆さんなんか東電に優しすぎるんではないかという気がしてまして、とにかく汚染されたものは全て東電に引き取らせるというのを原則でやるべきではないかというふうに思っています。それもう一つは30年で最終貯蔵所に貯蔵持っていくなんていうのはまずありえない話なわけですから、中間貯蔵施設の役割をきちんと見直して、そして福島第一原発の後始末についてはとにかく少なくとも100年単位で先を見越しながらやらなきゃいけないんではないかと。管理の期間というものが設けられていないんですね。先ほども、問題提起がありましたが、構造物の使用が終わった後の対応はどうするのかと。でセシウム8000ベクレルの場合は100ベクレルまで減衰するのに180年だ程度、5000ベクレルの場合でも160年程度、かかるわけなんですが、一方で森野の耐用年数は70年とされています。
で、その後どうするのか、これについては環境省さんからお答えをいただいていないと思います。また県外の除染土の埋め立て処分についても管理年限が、何年かということには今の資料には書かれていませんよね。そこら辺が大変懸念しています。で、私はやはり放射性物質というのは集中管理を行うべきだと考えており、基準のダブルスタンダードは許されないというふうに思っています。で、また、対応がバラバラです。福島県内の除染土は再利用ということで環境省が主体となって、再利用を行う。そして県外については市町村等が主体となる。これ市町村等が困るんじゃないかと思うんですね。で、住民が納得するとも思えず市町村等が、に押し付けちゃうのはどうなのかという気がしています。また皆さんその大変な葛藤の中仮置き場が決まったわけなんですが、それが、近くの農道とか近くの道路の下に、埋められてしまう。これは事実上最終処分ですよね。そういうことに関して、大変な反発を持っていて、これ南相馬でも多くの人たちが反対、今日南相馬からいらっしゃっているので後ほどお話があると思います。つまり放射性物質というのは、原発事故前は原発の敷地内にとどまっているということになっていて飛び散らないことになっていたわけですね。それが想定外の事故が起こって飛び散ってしまって今その環境基準も総量規制も、そういったその規制が十分法的な整備がされていない中、なし崩し的に除染土の、再利用とか処分が決められようとしています。放射能汚染防止法を策定して人々を被曝から防護するための環境基準そして総量規制を進めるべきだと考えております。以上です。はい、ありがとうございます。